ってから何どん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 自分の素を出すようになっちゃって、あの本当にお気楽になっちゃいました。こっちが素？そうそう、今が素？みんなが、あ、こっちが今の方が素、そう、前はきちんとした人とか丁寧な人とかそういう風に思われてたんだけど、もう今そんな風に思ってくれる人いない。じゃあ楽だね。すごい楽。楽だよね。楽だけど、できないっていうことは言えなんか言えない。このメンバー誰も無理とかできないとかって言わないんですよ。私も言わなくなっちゃって、きついこともあった。言っていいんだよ。リーダーの持ち破り。違う。すごいよね。すごい。1週間で発表するわけだね。すごいよね。違う、1週間でじゃあ時間をね、だらだらあのたくさん取ればいいっていうものじゃないんですよ。はい、でやるときはピシッとやって短時間で覚えて、まあ披露すると今日みたいなことになっちゃうわけですよね。もうちょっと練習しましょうね、皆さん。はい、じゃあみーは。はい、私はなんとキラキラしてるって言われるようになりましたね。なぜか、なぜか変わってないの。言ってないのに、で、もともとこう人前で話すのって私すごく苦手なんですよ。めっちゃ苦手なの、本当に。上手じゃん、上手。全然いつもね、緊張してて、やる前ね、社員ホエバーになる前は緊張してて話せなかったの。あ、そうなんだ。それがこんなに普通に話せるようになっちゃってえ、どうしちゃった私みたいな感じなんです。そうなんだ。そうなんですよ。意外ない、ほんと。そう、人見知りだし。妖精の国から来た。妖精の国から来ちゃったから、人見知りだ。あ、なるほど。人がいないからね。いないから。そう。そういうことなの。なるほど。じゃあ次、ベリーは。はい、私は社員フォーエバーに入ってまだ4ヶ月、5ヶ月かな。それまでやっぱりこう田舎に、私は三重県に住んでるので、田舎なのでのんびりと暮らしてました。それがやっぱり一転して、今はあの皆さんと一緒、忙しい、毎日バタバタと仕事して、振り付けを覚えて、歌も一生懸命覚えて、プラス私、ベリーなので、あのいつか皆さんの前でベリーダンスを披露できるように。おー、いいね。ぜひぜひやってほしい。今一生懸命レッスンに励んでるので、あのそのレッスンでもちょっとバタバタしています。頑張って皆さんに見せるように、お披露目できるようにしますので、はい、期待しててください。期待してます。ベリーダンスいいね。見たいね。ミシェルは何役ありましたか。はい、不思議ちゃんさんとミシェルでございます。ミシェルに変わったところはですね、やはり今まで自分を何に役立たせたらいいのかとか、自分の能力をどこに使えるところあるんだろうかっていうので、ずっと迷子をしてたのですが、はい、ここに来てここで仕事させてもらえることになって、そこから脱却できました。おお、そうなんだ。すごいね、ここに来てすごい真面目な話になったね。すっごい助けてもらってるよね、ミシェル。そう、ミシェルは、SNS 担当ですごくあの深いっていうかね、パソコンにも強いので、メンバーはなかなかこの世代だと機械に弱い、みんなね。パソコンね、強いからね。他に弱いのがアラフォー女性の魅力の人です。特有のかな。本当にでもね、いつも頼りしてますね。でもみんなも意外とここにいるとなんか役割分担があるじゃない。ちゃんとあの私は何もできない人なので、いろいろ経理だったり事務だったり、あの会計だったり、一緒か、営業本部ですね。営業部長で営業してもらったり、基金ね、そうそう、お金を集めてもらったりとかもね、してますので、はい、役割があります。では、はい、ゆうは。ユウもまだ入って、はい、ベリーちゃんと一緒なので、5ヶ月だもんね。本当に充実して、結構それまではダラダラが多かったので、本当に入って充実して、自分の体の中からも輝けてきてるかなっていう、今進行形だと思ってます。だからもう本当に出会えて感謝し
して、はい、よかったです。ありがとうございます。いいことですね。はい、もう本当にいいことですよ。はい、じゃあアンジュはまずね、言うよりちょっと、1ヶ月ぐらい違うかな、入ったのがね。そうですね。だから4ヶ月、はい、4ヶ月経ったかな、ね、ですけど。はい、4ヶ月経ってどうですか、活動して。そうですね、リーダーになりました。慣れました。何、怖かった？変わったことがなくて、とりあえずリーダーと最近一緒にいるので、なんとなく分かってきた。リーダーの魅力をね、魅力がね本当すいません、話しながらなくて。魅力はなんかさ、魅力に惹かれてきたんだよ。そうですよ、そうですよ。どんなイメージだったの、ね、最初入る前のイメージはどんなんだったの。入る前のイメージ、私あのミシェルさんに、はい、あの導かれて、同じ考えで出会ったんですよね。やだだもんでしょ。いやー、みんなちょっとおかしい。次。レイラーも入って4ヶ月。そうだね。4ヶ月経ちましたね。はい、私は、ちょっと仕事をいっぱいしてるのもあって、ダンスっていうのもやったことなく、そう、仕事の合間にダンスを覚えるっていう結構ハードなことがあって、ね、で、朝何時から仕事してるんですか。朝4時から、ね、毎日仕事をしてるんです、パン屋さんで、はいはい、そこからそれが終わってからイベントに、はい、来たり、練習に、ね、来たりね、いろいろ、はい、みんなしてます。何か変わったかな。あとはですね、本当に SNS ですね。ああ、そうだね。本当に分からなくて、Twitter も分からなければ、ブログも分からなくて、Facebook もやってなくて、本当にやってなかったから、今、ようやくちょこっと分かり始めて、だいぶブログにも慣れてきた。分かるようになってきました。でも Twitter がいまだに分かっていなくて、なぜこうやって更新されていくのかも分かっていない状態なので、よく分かんないけど、とりあえず、いいねの反応をしてみたりとか、はい、そんな段階でございます、私たちは。はい、はい、はい、わかりました。では、まだ質問あるか、まだいいのかな、時間。もうブー、1個で落ちた。1個で質問落ちた。10時間だからね、今日ね。そうだね。はい、じゃあ、今日の収録おしまい。もう早いな。そっか、いつも3本だ。一応ね、15分喋ってる。あ、そんなに。本当だね。本当だ。これで1本収録 OK ですか。 OK です。はい、わかりました。では今回の収録はこれでおしまいということで、はい、では締めましょう。いきますよ、せーの。